奥の名前はバーシー。森の木にもやっと登れるようになった。でもここは本当の森ではない。クマもユキヒョウもいない安全な場所だ。僕が生まれたのは中国四川省にあるパンダ保護研究センター。これが僕のお母さん、シーメイ。僕は逆子だった。だからお母さんはすごく大変だったみたい。これが僕だ。僕は施設の中の森で育った。おかしな格好のおじさんはいるけど、特に何もしてくれない。だから生まれた時からずっとお母さんに育てられた。たくさん甘えられて幸せだったよ。お母さんはいろんなことを教えてくれた。お水の探し方、竹の食べ方とかね。でも、お母さんのおっぱいが一番好き。毎日幸せで、怖いことなんて何にもなかった。ただ、木登りの練習だけはスパルタだったけどね。僕怖いよ。もう登りたくないよ。森の中で怖い目にあったら、すぐに木の上に逃げなさい。お母さんから教わった。